はい、マイスターおはようございます。おはようございます。マイスター新井です。ピンが新しいものが出るということで、はい、はい、ちょっとメーカーにご協力いただきまして、はい、今回マイスターにインプレしていただこうかなと思います。はい、来年の2月発売予定なのかな。今のところエフォートチャンネルでご紹介していこうと、そんな内容でございまして、ここズズズズイッとあるんですが、モデル名は、はい、S159 と言います。はい、まあ、バックフェイスもね非常にすっきりしてて、プロ好みっていう感じの僕の第一印象だけど、あんまりこう ごちゃごちゃしてないっていうね、感じでございまして、今回あのソール形状、はい、ずっと4種類、うん、ね、ソール形状に、2つ新しいソール形状が仲間入りして、なんと6種類のこのソール形状からチョイスできるということで、何と何が新しいんだっけ。 B ソールと H ソール、じゃあちょっとまずこう B ソール、割となんかこうソール幅がこう広く、はい、ガイドソールの中でも、うん、ローバンスの設計になっていて、はい、要はあの跳ね返りを防ぐっていった意味で、うん、割とオールラウンドに打てるというソールになっているようです。なるほど、はい、でもう一つが H ソール、はい、ハーフムーンという形で真ん中がこう出っ張ってて、うん、両側が削ぎ落とされているという、うん、なのでこれとこれは操作性に長けてる。なるほどね、あの開いたりもできるっていう、ははははは、はピンの中では珍しいソールじゃないですかね。そうか、今まで開くように作られたあのソールっていうんですね、うん、はなかったので、なるほど、まあ、今回こうちょっとプロユースに向けたソール形状が今回追加されましたということですね。はい、ちょっとアプローチしてみて あの感じできればなと思うんで、まずこの、B ソールからちょっとね、とりあえずこの B ソールの方は58度でバンス角が8になります。構えた印象はまああのまあ本当にオーソドックスな、なんだろう、アメリカのウェッジっていう感じですかね。うん、あ、こういい感じでこうスッて抜けてくれる感はあるかな、すごく。うんうん、なんかね、あの確かにこう跳ね返る感じはあまりしないです。ソールが邪魔をしない、あのもうそのまんまこうまっすぐ構えてもらって、もうただあの上げて下ろす感じがあのすごく優しい、優しいモデルだと思います。はい、でこの後ねちょっとこのムーン、ハーフムーン、ハーフムーン、ハーフムーンソール、はい、やっぱりこういうソールってこうなんとなく開きたくなっちゃうよね。うん、うん、確かにやっぱこういうのね、うん、まあ、顔は、まあ、あの同じモデルなんで顔つきの変化は あまりないないですね。あ、まあこれ56と58なんでロフトが違うから、まあ、若干こう違って見えるけど、特徴といえば、まあ、そんなにティアドロップ型じゃなくて割とこうヒール高があるので割とこう大きく見えるので、すごいやっぱりあの優しいイメージは出るかな。あの難しさは感じないですね。うん、これは本当に開いた感じがとってもよろしいかと思います。で一つだけこの、はい、今回から、黒いヘッドが追加されましたね。うん、はいはい、これは何だっけな、あの
ロフトに制限があるの、それともミッドナイト仕上げ、まあ、黒いヘッドに関しては、うん、S グラインドのみとなっております。 S グラインドのみ、はい、なるほどね、スタンダードのですね。フェースはちょっとあの明るさがあるんで、あの G710 みたいな、ね、そうですね、そんな感じですね、そんな感じですね、はい。でまあ、あと48度という場所が、うん、はい、今回追加になってますので、うんうん、なるほど、割とセッティングに合わせやすいんじゃないかなと思います。まあストロングロフトもね、あのアイアンも進んで、やっぱり48度あの入れてる方もたくさん、ね、そうですね、あの多くなってきたんで、そのロフトバリエーションはいいよね、追加になったって、はいはい。まあ、新しい、ソールが追加になって6種類、ね、2月発売のピンのウェッジからご紹介いたしました。ということで次はね、ちょっとアイアン、はい、アイアンをご紹介していきたいと思います。はい、出ました、お次アイアンですね、はい、おっと、なんとアイアンはですね、今回ブループリント、ブループリント T というものと、うん、S、 S 2機種になります。なるほど、これ僕左手の脇に挟んでるのが、現行のブループリントだけど、はいはい、バックフェイスのデザインからすると、まあ、T が割とこのブループリントに近いかなっていう感じで、さっきの S はもっとキャビティがあるってことですね。そうなんだよ、そうなんだ、これはね、まあいわゆる言うとこのまあ、ハーフキャビティよりももっとキャビティ効果あるんじゃねっていうぐらいのね、確かに、うん、で構えた感じもやっぱりフェース長があったりとか、そうなんです、うん、あのね、ロフトは同じ、何度だっけ、7番や新しいのはですね、一応7番で33度で、今までのブループリントと比べて1度立ってるんです、ね、うん、なるほどなるほど、はい。構えた安心感はそれはもちろん S、うん、はい、で、まあ、ソール形状もこれね、並べるとね、あの明らかにこの S の方が、まあ、ソール幅あるの分かっていただけてるでしょうか。そうです ね、 ね、広いですね、うん、確かに。この S と T、 これ長さが4分の1インチ。手前が T。T。あ、はい、じゃあ T が短い。そうです。へえ、はい。さっき言った現行のブループリントに近いデザインが T ですよって言ったんですけど、これね、現行のブループリントよりも、ほら、4分の1ニューブループリント T は短い。ああ、で、これは材質は、2機種とも軟鉄単造、軟鉄単造、はい、カーボンスチールで作られているということ、うんうん、まあ、打感よし、格好よし、うんうんうん、打ってよしっていう感じなのかな。 T から打ってみる、まあ、T から打ちましょうかね、はい、はい、柔らかい、すごくなんかこう吸い付く感、打感あるっす、うん、すごいこうしっとりしてる。うん、すごくいい打感、うん、いいですね、うん、それで S は、うん、全然キャビティっぽくないだか、まあ言ってこう当たるとこはしっかりボリュームあるんで、はい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 、すごくあの、うん、なんか打感良くなったんじゃないかな。あ、いいですね、うん、打感良くなったと思う。なんかすごく僕は X フォージドスターを彷彿させるなと思って、はいはいはい、うん、そんな感じかも。あ、やっぱりまあまあ1枚もんなんで ね、 そうですね、やっぱり、うんうん、あの
一枚もんっていいよね、うん、やっぱね、うんうん、すごくね、あの打感もいいし、4分の1インチの長さの違いはもう構えた感じでもう明らかに、自分はやっぱりこの4分の1短い方のがこう構えやすいっていうか しっくりくるけど、まあだけど S の5番アイアンは38ってこと？38です。まあまあ今の長さだからその辺は、はい、まあ、気にならないかなと思います。うん、すごくね、どっちのモデルも打感がものすごく気持ちいい、うんうん、で構えたらもう明らかに S の方が安心感はあります。でもボールいじりたい人、曲げたい人、いろいろやりたいんだよっていう人はまあどうしたってこの T の方になるかなと。で、まあ、どっちもバックフェースデザインかっこいいんですよね。いいですね。どっちもかっこいいんですけど、これなかなか悩むよね。これどっちにしようかなみたいな。そうですね。確かに、うん。これはいいんじゃないかな。もしかしたら元々のあ、そうだね。元現行のブループリントよりはやっぱ大きいかな。うん、だから、ね、多分。T がちっちゃくてブループリント、現行のブループリント来て、S が来るみたいな感じかな。あ、なるほど、うん、ヘッドサイズ、まあでも自分の気のせいかね、いや長さあるんじゃないですか、うん、っていうか、うん、やっぱりなんか小さく感じるな、こっちの、うんうん、まあでも本当になんていうんですかね、昔ながらのアイアンを、ずっと使ってらしたとかっていう方はすごくこのぐらいのヘッドサイズをいいなっていうふうに思われるんじゃないかなと思います。はい、ブループリントのニューモデルですね、はい、T と S と、これは迷うな本当に、はい、どちらも交通付け方打感に関しては言うことないです。はい、今回のね、ピンさんの新しいモデルの動画はね、うん、なかなか良かったと思う方はグッドボタンですね。あとはエフォートチャンネルの登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、X ですね、かっこ旧ツイッターですね、うん、はい、そちらの方もぜひチェックしてください。それではまたエフォートチャンネルでお会いしましょう。